Set. Podcasts. 時刻午前11時10分回りまして、この時間スタジオ生放送のお客様です。エムデコレーション代表、岡田真理さんです。真理さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、真理さんは、えー、アニバーサリープランナーということでね、えー、これまで、あの、函館でいろいろ、あの、素敵なイベントを手掛けたりとか、装飾手掛けたりということで、実はこれまでも何度も番組にご出演いただいたことがあるんですけれども、ちょっと久しぶりになりますね。<ー>久しぶりです。 ご無沙汰しておりま。こちらこそです。あの、コロナ以前、はい、ちょっと猫、ね、はのお子さんたちも一緒にこう楽しめるようなイベント。をいくつか企画されていて、うんはい、なかなかね、コロナ禍はそういう人が集まる機会って設けることができなかったんですけど。うんはい、その間鑑定、森さんどういう活動されてたんですか、はい。はい、あの、コロナ禍はですね、えっと、そういうリアルな活動ができなくなったもので。はい、ただ、あの、オンラインで、こう、全国の方と結構つながることができまして。うんうん、あの、お仕事をさせていただいて。た んですけども、はい、特に東京や大阪の,あの子どもや親子のイベントの立ち上げとか構築とか、はい、あそちらの方に関わらせていただくことになりまして、ね、でここ数年は12か月に1回東京へ足を運んで、はいはい、そのような 場だったりとか構築だったりとかはいお話をしに行っておりましたそうですかはいそうなんです M デコレーション代表ということで非常にねこうあの幅広くいろんなこと手掛けてらっしゃるんですよねそうですねあの空間演出もそうですし、はい、ヒアリングとかあのコンサルティングだとかそういうお仕事もしておりましたはい、えー、そしてね実はあのそのコロナ禍の前に夢川フェスタっていうイベントを開催しましてそれがねコロナ禍 以降なかなか開催が難しい時期も続いたんですけれども、うん、今年来月も来週末、はい、またちょっとね楽しいイベント開催することになったということで、はい、マリささんどういういいイベントなのか教えてください、はい、あの5年ぶりのちょっと大きいイベントになるんですけども「夢の体験をしようボリューム2ということで、はい、今回は「プリンセスシティという まあ可いい系の子どもたちの体験型のイベントを企画しております、はい、で主に、ね、こうどういう皆さんが対象でどんな楽しみがあるイベントなのかということをこう教えていただけますでしょうか。はい、あのー 性別制限だったりとか年齢制限っていうのは特には設けてないんですけども、はい、まあプリンセスとか可愛いのが好きな子っていうことで、えー、と来ていただいてあの内容はですね、えー、これからを生きる子どもたちに贈るスペシャルイベントということであ、うん、あのまあ、いろいろあるんですけども、はい、見どころが5つありましてはい一、はい、つ目がまず「 トップププランナートップパーティープランナーさんによる空間デコレーションということで、はい、東京都からパーティープランナーさんをお呼びして、はい、とっても可愛い空間を作ろうということで<ー>、はい、あの立体のお城も作り装飾なんですけども,、はい、でもバルーンいっぱい空間にバルーンいっぱいのとても可愛い、えー、空間を作り上げる予定です。つ目がプロカメラマンさんによるモデル撮影とということで、はい あのモデルになりたいとか将来、ね、アイドルになりたいっていう子はいると思うんですけども、うん、ちょっとその体験を今やろうっていうことで、はい、プロカメラマンさんに写真を撮ってもらえますよかわい空間で撮ってもらえますよというものがございます。はい、そして3つ目が えー、学校では学ぶことができないマネーレッスンを取り入れたちょっとリアルなお店屋さん体験というのも企画しております。うんはい、そして4つ目がパーーテテティィィアクティビティ体験という、まあ、これもちょっと珍しい体験かなと思うんですけども、はい、そのようなものだったりあと5つ目がプリンセスミュージック親子コンサートという函館市の歌のお姉さんと言われているあいた姫さんを おお呼びしまししままててて歌っいいいただくというもののを、えー、予定しておりますはい、12月7日8日の土日土会場函館市亀田交流プラザで1時から3時半までのイベントっていうことになるんですが、はい、じゃあその大きいね5つのコンテンツもうちょっと掘り下げて伺っていこうと思うんですけれども一、はい、つ目が空間デコレーション、はい、トップパーティープランナーさん今回はね東京から来てくださるということになるんですね。はい、そうなんです あのやはりこのオンライン先ほども おっっしゃったようにこうオンラインでつながった、はい、東京の本当にキッズパーティー界ではトッププランナーさんなんですけども、うん、その方とのつながりができまして、はい、でその方はですね実は初めて日本で初めて子育てかけるパーティーのスクールを作った方でして、えーはい、パーティーといってもパリピーとかではなくってコミュニケーションだったりとかおもてなしの心だったりとかそこで学べることがいっぱいあるんだよってことをまあ体感しながら学ぶっていうスクールなんですけども、うん、まあその 方の方構築にも関わらせてていただきましてで実際に私も東京に行ってその方のスクールに参加したんですけども、はい、まあ子どもたちが楽しむ様子を見てもう可いい空間の中で楽しむ様子を見ていやーこれ函館の子どもたちにも体験させたいなと思って「あそうだ」と。 講師の先生を箱立ちに呼べばいいんだ今回お呼びして空間演出と、えー、あとは4番目に話したのパーティーアクティビティというものを担当していただくことになりました。えーはい、ということでじゃあちょっと先にねそのパーティーアクティビティに行こうかなと思うんですけれども、はいはい、ここでこう出てくるのがパーティーポッパーっていうもの、うんはい、これどういちらはですね音の出ないクラッカーなんですけども。はいはい あのまあ、中から音が出ないんですけどもこう筒状になっていて両端にこうリボンみたいなのがついていてそこを引っ張るとパッと中から紙吹雪だったりとか、えー、ちょっとおかしいだったりが出てくる仕組みになっているんですが、はい、まあそれをですね縁になるように子どもたちと一緒に持ちまして、はい、でみんなにこう夢をちょっと聞いていきまして、うん、でその夢が叶いますようにっていう思いを込めてせーので割るとそして紙吹雪、えー、パッと。 だこうなんかメイクアウィッシュみたいな <laughs> あーアクティビティとなっております、えー、そうですかはいこれ結構あれですか海外とかではあの取り入れたりとかっていうところあるんですかです、ね、はい海外のパーティーではアクティビティっていうのを必ず行うんですけども、うんはい、まあ他にはゲームだったりクラフトだったりいろいろなものがあって、うん で、うん、まあその中の一つで海外では割と定番のもののはいパーティーポッパーという、えー、アクティビティとなっておりますあちょっとこれもね楽しみになります。はい、さあそして気になるのがねプロカメラマンの撮影、うん、モデル体験ということなんですけれども、はい、じゃあもうこれは、えー、なんか思い思いのお好きなこうドレスなんかを着て会場に行くといいんでしょうか、うん、そううなんですもう プリンセスとかかわいいものが好きなお子さんは結構ドレスなんかも持ってるよって話を聞いたので是非お気に入りの服を着て着ていただきながらそのかわいい空間の中で写真が撮ってもらえますよということでして実はですねドドレスコーが付き添いの方もありましてお子さんだけじゃなく今回はお子様1人と付き添いの方1人のペアということで着ていただくんですけども完全なるかわいい空間を作ろうと思います ましての保護者の方も白系かパステル系の何、はい、だったらドレス着て着てもいいですよっていうくらいの服装でお子様と可愛くおしゃれしていただいたら。 それを写真撮ってもらえますよというものになっておりますはいお衣装はね自前でということでぜひあの、はい、お持ちのねお気に入りのものとか、うん、もうこの写真撮影のためにとびっきりのものをねこうあのお借りあのされるっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、ぜひね自分で好きなものを着て、えー、着ていただきたいなというふうに思います実はねこの、えー、プリンセスシティは参加費があの税込み7700円という価格になってるんですがねそれもそのはず、はい、もうプロによるねあの撮影があってモデル体験ができて ななんていうこととりますともうね、えー、だって写真館に行って写真撮るって言っても結構なね、うん、今お値段がかかりますから、うん、えでこの撮影データとかっていいいたただりすすするることできるんでできんかはい、そうです撮影データをデータで送っていただくことができまして、はい、あともう一つですねクラウドファンディングっていうところから申し込みしていただきますと、うんはい、少し値段は上がるんですけども。 データが5カットプラスポストカードがつくっていう特典のコースもございますのでぜひそちらも気になる方はい参加費7700円税込みというねコアの参加のプランのほかにクラウドファンディングということでの、はいえー、申し込みの方法もありますので、はい、ぜひねこちらもチェックしていただきたいなと思いますしあと撮影に関してはいろいろオプションなんかもあるんですかあそうでですすねこちらは後々になるんですけども、はい まああのカメラマンさんの方からこういうのをご希望でしたら DVD、まあ、なんかの販売もある かなというところではいこれでいいことになっておりますはいでこのね、えー、モデルさんを撮影してくださるプロカメラマンのことぜひご紹介くださいはい実は今回は札幌市から来ていただく、はい、プロカメラマンさんになるんですけれどももともと五年前の夢川フェスタの時もカメラマンとして函館市に在住だったんですけども、まあ、転勤して今回来てくれるっていう、はいえー、ソルの加藤由香さんという方がはい、はい、撮っていた撮ってくださいますはいそうなんです由香さん実はねあの番組にもご出演くだ くださったことがあってその当時はね函館にお住まいだったんですが今ちょっと札幌在住ということなんですがイベントのために来てくださるということですごいねかわいい写真撮ってくださるんじゃないかなって思います、はい、いさあそして、えー、マネーレッスンということなんですけれどもうん、うん、じゃこれ結構本格的なこう体感レッスンみたいな感じになるんですね、はい、そうですねあのー、教えてくださるのは神奈川県在住の元20年 幼稚園教養されていた方で、はい、今パーティープランナーさんをやっている方なんですけどもその方がですね非常に面白いキッズイベントをたくさんされる方で。はい、であの 例えばこの前ですとフリマで子ども店長に皆さんなっていただいてフリマをやるんだけども各店舗で子どもが店長になる子ども店長になっていただいて、はい、看板を作ってもらったり、はい、値段を自分たちで決めてもらったりして、えーでまあ、そこだけのお金を作ってみたいなやり取りをされてる方がいて、えー、面白い取り組みだなと思いまして、はい、でこの方に来ていただいてでレッスンっていうのは、まあ、お金の循環といいますか、まあ、世の中たくさんの人 の手ががかかってていいいろろな商品ができてるよっていうこととうこそれを自分が売る、えー、ときにそこに価値を乗せて売るんだよっていうことをもう少し分かりやすく子供たちにも分かりやすいような、うん、まあちょっとした講座がありましてでその後に自分たちで商品を実際にこう原材料といいますか買って、はい、でその買う時もプリンセス通貨っていうお金をそこだけのオリジナルのお金を作りました。で買って で,で売る時には少しそのちゃんと価値をつけて売ってみたいな売ったり買ったりみたいな場面を作ろうと思っております。うん、ああなるほど、はい、じゃあこれがいくくらららだからいいいで買いますよっていうだけのまねレッスンではなくて、うん、そのものにはこうねいろいろな方の手がかかってそしてそういうことに対してもあの目に見えない価値も出てくるんだよっていうことも含めて学ぶことがでできるんですねさらにですね、はい、体感一番してほしいなって思うのがお金っていうのはあくまで手段であって。 その先に誰と何をして過ごすのが幸せなんだろうねっていうところをまあ考えるというか体感してもらいたくってで自分でそのレッスンのあとにショップこうお買い物ごっこをして得たお金でおやつを買ったりだとか親子プリンセスミュージックチケットみたいなのを買えるみたいな体にしましてまあ購入してもらいでそれを今回来てくださっている保護者の方と一緒に食べたり聞いたりするみたいな自分の得たお金で。 まあ一緒に来てくださった好きな方と、ねうん、楽しむみたいなところまでをこうまとめて。 やりたいなと、体感させ体感していただきたいなと思っております。いや、ちょっと、これはね、本当に貴重な、いい経験ができるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、さらには、音楽の時間ということで、プリンセスミュージック、親子コンサート。こちらは、ね、はい、函館の歌のお姉さんで、うん、この方もね、あの番組に来ていただいたことがあります。愛田姫さんが、生の歌声を披露してくださるんですね。はい、そうなんです。もう、姫さんも、うん、実は、私、姫というだけな。 あって名前であって、はい、あと「プリンセスも好きなんです」って言ってくださった、えー、当ですか、はい、<laughs> そうそう,そう,そう。ちょっと私のこれは要望なんですけども <laughs>、えー、今回このイベントをするにあたってスタッフも、うん。うん あのキャストさんみたいな感じで子供たちをお出迎えしたいんです、はい、って言って、えーえー、でちょっとプリンセスに源田さんもなりきって「はいうん、お出迎えとか可能ですか?」って聞いたら、はい、ミュージカルもされていたということで「できます」って言ってくださって「ぜひお願いします」でもこれはさらに盛り上がるぞと、うん、私の中では <laughs> <laughs>、はい、すごく嬉しく。 思っております普段お仕事されてる時は割とね、うん、こう動きやすい服装でいらっしゃることが姫さん多いかなと思うんですけれども、はいはい、じゃあちょっといつもとは違うね泣、はい、いた姫さんを、えー、楽しんでいただけるんじゃないかなっていうふうに思いますので是非、はい、ねもう可いいものが大好き、うん、こうねプリンセスとかねこうあの何、えー、だろうこういう世界観がお好きだよっていう方は、はい、性別年齢問わずということでねご参加いただけるということになります。うん、ただ、えー、2日間の開催で各実30 名計60名ということで定員が設けられておりますので是非という方はねお早めに情報をチェックしていただいて参加の申し込みしていただきたいなと思うんですが、えー、参加申し込みのこう例えばホームページなんかはどんな風に見つけたらいいでしょうか、うん、そうでですねえっ、ー、と検索で函館ススペース プリンセスシティと検索していただきますと、はい、ホームページやクラファンやインスタグラムなどが出てきますのでそちらで検索していただくとか、はい、かりやすすいいなと思います、はい、12月78土日の開催で定員がね確実設けられています参加費は税込7700円、はい、さらにはクラウドファンディングでのご参加という方法もありますので詳しくはホームページなどで情報をご確認いただければというふうに思います。はい いや盛りだくさんの内容でコロナ禍でねなかなかイベントができないいやあ麻さんどうしてるかなと思ったら。うん すごいパワーアップしてましたね <laughs> <laughs> そうですねもうちょっと至る所に行っていろいろなつながりをはい、はい、作らせていただいておりましたなかなか函館ではね、うん、体感できない空間がこの2日間亀田交流プラザにお目見えするかなっていうふうに思いますのでぜひ、はい、あの皆さん興味がある方はね、はい、えお申し込みの上当日足を運んでいただきたいと思いますさあそろそろねお時間がということになりますのでマリさんどうぞラジオお聞きの、えー、皆さんにご来場 の呼びかけなど改めてのメッセージいただければと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。え今回のですね、プリンセスシティのコンセプトが。 五感に刻まれた記憶はいつでも何度でも蘇える一番の贈り物ということでやはり体験活動がとても大事ですし一生心に残るのではないかなと思っておりますそのような特別なもう楽しくて幸せな時間と空間を作ろうと思っていますので是非プリンセス好きかわいもの好きのお子さんがいらっしゃる方はあの検索といいますか見ていただいてあのもしよければ来ていただければとても嬉しいです皆さんお待ちしております 楽しく夢のような空間でもちょっとこうね現実的にいろいろ学ぶところがあったりということで非常にね、はい、貴重な経験になるのではないかなというふうに思いますので、はい、ぜひ興味関心のある方は、えー、検索をしていただいてお申し込みの上お出かけいただきたいと思います、はい、この時間は12月の7、8土日です函館しかめだ交流プラザで開催プリンセスシティにつきましてお話は M デコレーション代表岡田まりさんでしたまりさんありがとうございましたりさんありがとうございました That. See you in the next episode.